どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあ、それでは本日は11月の後半に欲しいスニーカーをランキング形式のベスト5でご紹介しようと思います。はい、毎月恒例なんですが、ちょっとバタバタしてて遅くなっちゃったので、今月は11月の後半にフォーカスをしていきたいと思います。ということで、まず簡単に10月なんですが、ナイキではトラビスの AJ1 ローゴルフがリリースされたり、あとアンブッシュのマーテンとかもあったりという感じで、ほどほど盛り上がった月だったかなと思います。あとニューバランスはストーンアイランドのコラボもあったりというような感じで、全体としても結構盛り上がった月だったのではないでしょうか。で、一応個人としては6足に挑戦しておりまして、0勝5敗1分けとなっております。引き分けはリストックでの購入となります。で、そんなに数も多くなかったので仕方ないかなというようなところですね。で、購入数は抽選以外で買ったものも含めると合計で8足の購入となっております。ナイキのセールでまた買ってしまったというような感じです。で、購入したスニーカーはまた追ってまとめてご紹介していくつもりですので、そちらでもよろしくお願いいたします。さて、では11月なんですが、まず前半については意外とというとあれなんですが、ぼちぼち盛り上がった感じがしております。ナイキだと AJ1 のスウェードのロイヤルとか、あとタイトブースの SB ダンクがあったりしましたし、あとアディダスでもウェールズボーダーのサンバだったり、ニューバランスでもキスの 990V6 だったりと、そんな感じで結構いいスニーカーが多かったような印象です。で、肝心の後半なんですが、まだまだ話題のスニーカーがリリースされそうなので楽しみにしております。ちなみに去年の11月はナイキでは AJ1 のシカゴのロスト&ファウンドがリリースされた月でした。他にもトロフィールームの AJ7 だったり、あとザイオンの AJ1 ローで、ワイソーサートの SB ダンクのリリースもありました。で、ニューバランスとかはそこまで目立ったリリースはなかったようで、やっぱりシカゴが話題の中心だったのかなと思います。で、私個人としてなんですが、11月後半欲しいスニーカーはちらほらあるので、いくつか狙っていくことになりそうです。今月もベスト5とプラスアルファで注目のスニーカーをご紹介します。では行ってみましょう。ではまず第5位、第5位のモデルはこちら、カイラーマレーナイキダンクロー B1 オブ1でございます。こちらは11月発売予定、予定価格は135ドルとなっております。ファッションシーンで広がりを見せ、今では世代や性別を超えてナイキのクラシックモデルの定番として絶大な人気を誇っているダンク。そんなダンクから今回は NFL で活躍するカイラー・マレーがデザインを手掛け、通常とは一味違った個性的なアレンジを加えた一足が登場となっています。はい、ということでカイラー・マレーのダンクが5位となりました。日本だとあんまり馴染みがないという方も多いであろう NFL なんですが、今回はカイラー・マレーとのコラボモデルが登場となります。で、私もそんなに詳しいわけではないんですが、シンプルにこのデザインと素材感に惹かれているという感じで、やっぱりこのピスタチオカラーっぽいのはすごくいいなと思っております。あとキルティング加工っぽいテキスタイルっていうところもいいなというところと、本当に上げればキリがないぐらい色々と細部にもこだわりが詰められていそうです。ちなみにこちら国内展開の予定はまだ見えてきておりません。ちょっとリリースがあるのかは微妙かなと思っているんですが、もし国内でもリリースがあるようであれば狙っていきたい一足です。続いて第4位、第4位のモデルはこちら、コス2アシックス GT2160 でございます。こちらは11月24日発売予定、予定価格は未定となっております。中国深圳を拠点とするセレクトショップコス、その研ぎ澄まされたデザインはグローバル的にも支持を集めています。今回はそんなコスとアシックスのタッグが実現。8月にリリースされたゲルライト3に続き、 GT2160 をベースに採用した中国文化をデザインとして取り入れたセンスあふれる一足が登場となっています。はい、ということでコス2とアシックスのコラボが4位となりました。今年は個人的にというか市場ではアシックスが大躍進というイメージなんですが、また良さげな雰囲気のコラボが出てきたなというような印象です。で、このコス2でいうと、先日ゲルライト3もリリースされたんですが、それについては春スタジオとのコラボと同じ日に発売だったということもあって、そんなにすごく注目されたわけではなかったのかなと思います。ただ個人的にはかなり好みだったので、ついついポチッと買ってしまっておりまして、今回も買えたら買いたいなと思っております。で、そこまで大型コラボというわけではないと思うので、割と普通に買えるんじゃないかなと思ってるんですが、注目度的にはどうなんでしょうね。抽選とかの申し込みはなかなか判断が難しそうです。ちなみにこちらはまだ国内展開の予定は出てきてないんですが、おそらくリリースあるんじゃないかなと思います。国内でもリリースがあれば狙っていきたい一足です。それでは第3位、第3位のモデルはこちら、エイプリルスケートボーズナイキ SB ダンクローでございます。こちらは11月27日発売予定、予定価格は未定となっております。
オーストラリアメルボルン出身のプロスケートボーダー、シェーン・オニールが2019年に設立したエイプリルスケートボード。設立からわずか4年、新進気鋭のデッキブランドながらナイキ SB とのチームアップが実現。エクスクルーシブな SB ダンクローが早くも登場となっています。はい、ということでエイプリルスケートボードの SB ダンクが3位となりました。これも結構前からリークされていたモデルですが、ついに今月のリリースとなりそうです。AJ1 でもかなり人気の高かったカラーのターボグリーンがベースとして使われていることもあって、かなり爽やかな印象です。で、ダンク自体の人気はまあ下がってきていて、 SB もインラインとかだと割と買いやすくなってきているかと思うんですが、これに関してはかなり欲しいという人も多いモデルなんじゃないかなと思います。ちなみにこちらはまだ国内での確定的なリリース情報は出てきてませんが、おそらくこれも国内の取り扱いあるかなと思います。ただ人気は間違いないと思いますし、かなりの争奪戦になるのかなと思います。私も事前抽選から参加していきたいと思います。続いて第2位、第2位のモデルはこちら、ビームスニューバランス996でございます。こちらは11月18日発売予定、予定価格は 24,200円となっております。日本にとどまらず、世界のファッションフリークから支持されているセレクトショップのビームス、スニーカーシーンにおいても独自性の高い別注モデルが数多くリリースされてきました。今回はニューバランスとのタッグが実現、ビームスらしいクレイジーパターンの一足が登場となっています。はい、ということでビームス別注の996が2位となりました。ちょくちょくリリースされるビームス別注のスニーカーなんですが、個人的にこのビームスっぽいクレイジーパターンがかなりツボでして、今回もこれやっぱりいいなと思えるような一足に仕上がっているんじゃないかなと期待しております。最近ちょっと2002とか1906とかっていうところが多すぎて、まあ、少しお腹いっぱいになりつつあったので、この996っていうモデルチョイスもちょうどいいのかなと思っております。あとおそらくなんですが、ゴアテックスでこの価格だと考えると、まあ賛否あるかもですが、おそらくアジアメイドなんじゃないかなと思います。ちなみにこちらはまあ996というのが今そこまで旬というわけでもないですし、まあ販路としてもビームス全店舗展開ということもあるので、おそらくそこまでこう争奪戦的な感じで速乾とかはないんじゃないかなとは思っております。私も店舗で実物を見て決めようかなと思います。では第1位の前に、これから発売される注目のスニーカーをいくつかピックアップしてご紹介しようと思います。まずはジョーダンから。まず AJ1 のローからクリスポールとのコラボ、かなり前からリークされていましたが、ついにリリースとなります。続いては AJ2 からオリジン、もともとのイタリアメイドをインスパイアしたカラーブロックの新作となります。続いて AJ3 からオフノワール、ブラックベースでかなりシンプルなカラーが登場となります。使い勝手はかなり良さそうです。そして6からはゴアテックス搭載のモデルが登場となります。カラーもシンプルで秋冬っぽさもあって、活躍の機会も多そうな一足です。で、ジョーダンの最後は AJ8 からガンスモーク、こちらもブラックベースでかなり渋い一足が登場となります。続いてはダンクから。まずはヴィンテージパンダ、もう言わずもがなのパンダのヴィンテージバージョンがリリースとなります。続いてこちらのダンクロー、こういったカラーのダンクも割とよくあるっちゃよくあるかもしれないですが、個人的には結構好きなカラーです。そしてこちらベーコン、エアマックス90の名作カラーからインスパイアされたカラーになっております。元ネタが好きなので個人的には気になっている一足です。続いては再販ですが、ダスティオリーブ、2年前ぐらいですかねにリリースされた人気のカラーが再度リリースされるようです。で、ダンクの最後も再販からヴィンテージグリーン、これもかなり人気の高かったカラーですが、早くも再販という形になるようです。続いてエアフォースワンからは、先ほどのダンクでもリリースされたパック展開があります。冬っぽい素材使いでいい雰囲気じゃないかなと思います。そして他のナイキからは、まずレブロンのビースト、かなり派手な感じですが、個人的にこういう極物系結構好きなので取り上げさせていただきました。続いてペニーからも新色が登場となります。まあいろいろとカラーが出てきそうですが、このスタジアムグリーンは割と人気が高そうな一足ではないでしょうか。そしてナイキの最後はマップラ、パダとバルサのコラボに、あと25周年モデルと話題性の高いモデルが続いているマップラですが、こちらのカラーも雰囲気が良さそうです。お次はアディダスから、まずエイプのスタンスミス、2カラー展開でリリースされる予定となっています。まあ本当に定番的なコラボになりますが、いい雰囲気です。続いてはショーンとメルティングサッドネスコラボのスーパースターもリリースがあるようです。かなりポップな雰囲気の一足に仕上がっていそうです。次はアトモスコラボのガゼル、こちらイベントでの先行リリースはありましたが、一般販売は今月となっています。そしてアディダスの最後はコンソーシアムカップ系のモデルがどうやら間もなくリリースされるようです。現時点で今月ではエクストラバターのサンバとか、フッパとのガゼル、スニーカーポリティクスのサンバなどなどがセットされていそうです。続いてはニューバランスから。まずは DTLR の9060、
こちらおそらく国内のリリースはないんじゃないかなと思いますが、ビビッドな感じのカラーがリリースとなります。でニューバランスからはもう一足、モノトーンな感じの1906はギャルソンとのコラボになります。こちら2カラー展開となっています。そしてニューバランスの最後はカーハートコラボの 990V6、 海外ではすでにリリースされていますが、国内は今月のリリースとなります。続いてアシックスから、まずはアップゼアのゲルライト3。こちら本国の公式ではリリース済みですが、国内展開もあれば見てみたいなと思っています。でアシックスからもう一足、アンアフェクテッドのゲルカヤの14。ゲルカヤの14自体の人気がかなり高まっているということもあって、こちらのコラボも注目ではないでしょうか。3カラー展開となっています。そしてアシックスの最後はセシリー番線。こちら前作に続いてすごく可愛い感じのコラボになっています。ブルーとピンクの2モデル展開ですが、個人的にはこのブルー欲しいなと思っております。そしてその他のブランドからは FR2 とアトモスとリーボックのクラブ C、 ファンが多いこのタッグも今月リリースが予定されています。最後もリーボックからダイムとのコラボ、こちら2型の展開となっているようです。という感じでこれ以外にも注目のスニーカーはまだまだ発売されると思うので、引き続き今後のリリース情報も待ちたいと思います。さあということでランキングに戻りまして、第1位、2023年11月の後半に私が一番欲しいスニーカーがこちら、アママニエルナイキエアジョーダン5でございます。こちらは11月24日発売予定、予定価格は225ドルとなっております。パリのカルチャーからインスパイアされ、ハイエンドで落ち着いたアイテムを手掛ける米国アトランタ発のアママニエル、ジョーダンブランドとのチームアップではエアジョーダン3を皮切りに全てで高い支持を獲得し争奪戦となっています。今回はエアジョーダン5をベースに採用、攻撃的な佇まいの一足が登場となっています。はい、ということでもはや定番にもなりつつあるアママニエールとジョーダンのコラボから AJ5 が1位となりました。このコラボもまあかなりの頻度でリリースされるようになってきているなというような印象です。でモデルによって人気は多少上下していると思いますが、今回の AJ5 についてはかなり人気が出るんじゃないかなと思います。でどうやらメンズモデルのブラックと、あとはウィメンズモデルのホワイトにブルー系という2種類がリリースされるというようなお話になっております。でどっちもかなり良さそうな雰囲気だと思うんですが、個人的にはどちらかというとウィメンズの方が気になっているかなというような感じです。ちなみにこちらアママニエルの公式はもう抽選終わってるのかなと思います。でこの後グローバルリリースあると思うので、国内展開が来たら積極的に抽選にも申し込んでいきたいと思います。ということで11月の後半に一番欲しいのはアママニエルナイキエアジョーダン5でした。11月の後半も各ブランドから粒揃いな感じで話題のモデルがリリースされる予定となっております。もしかしたらこの後も情報が出てくるかもしれませんし、そうなると結構盛り上がるんじゃないかなと思います。皆さんも11月前半の挑戦結果とか、あとは後半に狙われるモデルがありましたら、ぜひぜひコメントにもお寄せくださいませ。はい、ということで本日は11月後半に欲しいスニーカーベスト5をご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。